皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日はですね、皆さんにお伝えするテーマはですね、スタンスです。スタンスの基本、足幅ですね。私はどのぐらいの、足幅で打ったらいいんですかっていうね、質問が結構多くて、実際僕も生徒さんに足幅広く、いや狭く、いやあなたはちょっと広く、いや私は狭くとかですね、こうアドバイスをしてます。でこれなんで、どういうですね基準でやってるのかというと、僕の勘です。いや勘なんだけど、結構ちゃんと、根拠があるんですよ。でこれを今日はねお話しするんで、それがこれが分かると自分のスタンスの幅、これが分かります。人それぞれちょっと違うんですよ。足の長さとかいろいろあると思うので、あと自分の感覚とかでも落とし込み方で変わってきます。癖、そこら辺も踏まえた正しいスタンスの取り方、これを今日は初公開ではないですちょっとお話したいと思います。これが分かると、あと体重移動とかのねテクニックとかもより簡単にできるようになるので、もうぜひですね聞いていただきたいなと。上級者から初心者までですよ、全ゴルフは対象です。まあ、前提としてよくあるのが、アイアンとドライバーの違いみたいなので言うと、まあ、ウェージもそうです。今日3本で解説しますが、ドライバーっていうのは一番スタンスが広くならなきゃいけない。そして徐々に、短くなってくるに従ってスタンスは狭くなるのが定説ですよね。でなんでなのっていうところですね。なんでか、ここの話になってくると思うんですけども、これは、このスタンスによって肩のラインの高さっていうのが変わってくるからなんですね。皆さんですね、自分が適正だと思っている、まあ、まず基準の、まあ、アイアン真ん中の6番アイアンぐらいですね、ぐらいのスタンス幅にをちょっとしてみてください。6、7番でしょうか。6番持ってない人もいるんで、7番で構えます。構えました。で分かったら、ここからこの幅にして両方の指を立ててみてください。こういうふうにね、どうでしょうか。僕はこの両方の7番アイアンぐらいだと、この両方の親指の高さ同じになるのね。これがまずすごく、その僕にとって一番適正なアドレスになってくるっていうことになります。7番アイアンですね。でこれが何でかっていうと、それはアイアンはあんまりダフりたくもないし、かといって上から入れすぎてもダメ、ちょうどいい、インパクトっていうのを作るためには、ちょうどいい入射角、両肩が平行ぐらいの感じで、捉えてる方が一番いいわけですね。このようにこんな感じですね。じゃあそれに対して、じゃあドライバーはどうなのかというと、ドライバーは僕スタンスちょっと広めなります。そうするとこのスタンスで親指をこうやってやると、ちょっとほら高さが変わるんですよね。要するに下がってるんですよ。じゃあ下がっていいのか悪いのか、ドライバーは見てください、ティーアップしてますよね。なのでスタンスは広くて、右サイドが下がってる方が下からクラブが入れれるから、ティーアップしてるボールはもうこれだけで相性が良くなるということが言えます。このようにですね、ちょっとやってみます。ちょっとアッパー軌道に打てると。じゃあこれも大体分かりましたね。ウェッジはどうなるか。ウェッジは大体この辺り、ちょっとほら親指が高いんですよ。やってみたら分かります。そうすると僕のウェッジはこのぐらいにするってことですね。はい、このぐらいから打っていくと非常にうまく当たると。要するにこう親指、体の傾きがスタンスによって変わってくるっていうのがこれでわかると思います。どうでしょう、これ非常に役に立つんですね。ですからもう一つこう応用があって、例えばですね、いや俺はねこんなにスタンス広くてもいいんだよっていう人いるんですよ、ウェッジでも。なんでかっていうと、こういう人は一つはこの AB だとほら下がるでしょ、これだけスタンス広くするとね、こうやって体をこういうふうに、お腹の位置と胸のラインをこうやってずらすんですよね。こうやって構える人もいるの。こうやってちょっと体重を左にかけちゃえば、これウェッジでもうまく打てるわけ。こういうふうにね。だから、なんか全部同じスタンスで微妙に体の配分を変えたりとか、あとはもう一つはスタンス広くてもボールの位置を右に置けばいいんだよね。これウェッジ、要するに入射角がウェッジは上から、ドライバーは例えばスタンス狭くしてないと打てないという人の場合、こ
この状態からより少し右サイドを下げていくとか、あとはクローズスタンスにすると、後ろからクラブが入るですね。なのでこう後ろにするとか、もしくはあとはスタンスをこう構えて広くしても、右足を前にすると、オープンスタンスになるわけですよ。そうするとそれだけクラブが上からクラブが入りやすくなるので、スタンスが広くても打ちやすい。このようにですね、スタンスの広さとあとこのズレですね、これによって入射角をコントロールしていくっていうのが、今日のスタンスの基本ということになります。これ分かると自分で一番いい、スタンスっていうのが決まります。ただ一つ言えるのは、絶対基本はね、ドライバーはややアッパー、そしてアイアンはレベル、そしてウェッジはダウンブロー、このようにですね、シンプルに3つに分けて、考えていただくと面白いかなと思います。クラブごとのスタンスの幅、うん、はい、幅についてなんですけど、はい、どこまでが一番広くて、広くてどこが真ん中でみたいな、なんか基準を、基準ね、これも練習してって自分で分かってほしいんだけど、まずドライバー一つだけ、ドライバーが一番広いって考えます、はい、でドライバーとあとは次よりスタンスを狭くする、レベルに入れるっていうかですね、アッパーブローにするのが一番広い状態ですから、ティーアップして打つクラブってドライバーしかないんですよ。ドライバーだけ違うスイングなんですよ。1対1本対あと13本、まあ、14、2本かパターがあるから1対12って感じなので、まあ、ドライバーだけが一番広い、こういうことですね。に対して、次のフェアウェイと地面から打つユーティリティとか、そこら辺から、だいたい8番アイアンから、7番ぐらいまでがもう1個の少し狭い、はい、だいたい両肩が平行ぐらい、そしてそこから先9番アイアンぐらいは右肩が高くなる、水平、右肩下がる、こういう関係性ですね。ただこれ傾斜地とかになったらまた別だからね。あ、だから全部自分で傾斜地になったら自分で調整して肩下げたり下げたり、あとスタンスを広げたりオープンスタンスにしたり、こうやるだけでも変わってくるよね。こういう風にして調整するっていう技術というよりは経験積みながらやってください。その傾斜地とか、うん、まあ、いろいろなシチュエーションに合わせて今調整するっておっしゃってましたけど、はい、その調整した結果はじゃあ普段平らなところで練習するこの肩の上がり具合に持っていくっていうことですかね。そうです、こうやれば上から入るでしょ、スタンス狭くすると。だけどスタンス狭くするだけじゃバランス悪くなっちゃうから、こういう傾斜地の場合は、うん、じゃあ足広げて、でもこういうふうに体を傾けたりとかで、もともとの この傾きをちょっとこっちは高い状態にする、近づける傾斜地、左足上がりの場合は、左足上がりの場合は逆に下がるから、どのぐらい下がったらいいか調整するのは自分でやらなきゃダメだよ、うん、下がりすぎてもダメだし、ここら辺は今日はですね解説するとまた長くなるので、はい、このぐらいだから調整を自分でして自分が一番いい場所というか、アッパーに打ちたければ右サイド下がる、スタンスは広い方がやりやすい、上から入れたい時は狭くした方がやりやすい、オープンスタンスの方がやりやすいってことになるから、じゃそれをその答えは僕はちょっと今出せれない、人によって違うので、はい、属人性があるので、だその概念を理解しておくことが今日の基本です。ということです。1本ずつちょっとドライバーから、ウェッジまで打っています。まあ、ドライバースタンスは右サイドを広くスタンス広くして右サイドが少し低い状態になりますね。これで打ちます。これがドライバー、次アイアン、こうならないね、まっすぐ、これでまっすぐで打ってきます。これがアイアン、そしてウェッジ、少し肩が上がります、狭いんでね、これで同じ、はい、この3つのスタンス幅、これだけでスイングが変わりますので、ぜひですね、入射角度をコントロールするこのスタンスの基本、親指の位置を調整で分でしてみてください。
これだけで変わりますからね。めちゃめちゃ、盲点です。皆さんやってみてください。はい、ということでこのチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いいたします。あと、全国でレッスン僕行ってますんで、情報知りたい方はね、いや、俺いつ知らなかったよって人結構いるから、あのチャンネル登録していただくとね、どこに僕が行くか、スケジュール書いてますから、ぜひチャンネル登録してください。ということで今日はこれで、さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。